黒田議員、まあ、県の中間管理機構を経由して、主役化を図っていく中で、まあ、いろんな補助制度もあるようですので、それらもぜひ、まあ、活用しながら主役化の努力をしてほしいというふうに思います。それから市長の総括説明の中で、ワイン大学卒業生のうち11名が新規就農したとしております。この人たちはどのようにして農地を借り受け就農したのかお聞きします。それと農業をやっぱり継続していくということは本当に大変なことでありますので、こういった新規就農者への支援体制はぜひ継続していただきたいと思いますが、この辺の取り組みについてもお伺いします。高木農林担当部長。庄尻ワイン大学の受講生につきましては、講義や実習に対しまして常に前向きにかつ熱意を持ちながら勉強に励んでおります。そうした中で実際に自らが補助を持ち、将来を見据えました栽培を実践しながら技術の習得を図ろうとする意向を持つ受験生が多い状況でございます。受験生の農地の借り受けにつきましては、まず庄尻ワイン大学の事務局を行っています農政課の職員が希望いたします農地の面積や場所などを受講生の意向について相談を受け、市の果樹産地保全支援員が独自に収集した農地情報、農地相談会、また農地パトロールなど農業委員会や農業委員や農地利用最適化推進員によります情報などから意向に沿った候補地を絞り込みまして、受講生へ農地の紹介を行います。実際にいくつかの候補地を受講生に見ていただきまして、その農地を借り受けたい意向があれば、果樹産地保全支援員や地元農業委員が地主との仲介を行いまして、そこで合意に至れば農地の利用権設定の手続きを行います。受講生はその後市の果樹棚の設置補助や苗木の購入補助、また新規就農者機械導入補助などの事業を活用しまして、営農に必要な環境を整備しまして、ブドウ生産に取り組みでいるものでございます。その後も市の職員や県の農業改良普及センター職員が補助巡回を行いながら、状況に応じまして助言や営農指導を行うなどの支援を行ってまいります。今後ですが、受講生によります農地拡大や第2期の受講生の就農希望につきましても、引き続きまして同様にきめ細かい支援を行いながら、担い手の確保育成につなげてまいりたいと考えておるものでございます。12番古畑議員。はい、来年度予算の中にも第2期ワイン大学の募集をしていくということで出されておりますけれども、この募集人員と内容とはどういうふうに考えているかお伺いいたします。高木農林担当部長。ただめにご質問の庄尻ワイン大学の第2期生につきましてですが、まず醸造用ブドウ栽培とワイナリーの設立を目指す方、また年間行われます11回の講座を連続で受講できる方を対象にいたしまして、4月に募集を行う予定であります。募集人員につきましては、おおむね20名程度を予定しております。内容につきましては、第2期カリキュラムを3年間で編成いたしまして、1年目に醸造用ブドウの栽培技術、2年目にワインの醸造技術、3年目に企業と経営、それぞれをテーマに据えまして、講義と実習を行います。ワイン作りにつきましては良いブドウ作りからと言われておりますように、栽培技術の習得から学んでいただくことが庄尻ワイン大学の特徴となっております。今後ですね、庄尻ワイン大学を通じまして、ブドウの産地やワインの名城地としての維持発展に向けまして、引き続き担い手の確保育成に取り組んでまいります。
12番古畑議員。はい、よろしくお願いします。それでは次に各国のマツクムシ被害の現状と対策について、ですが、先ほど永井議員のところで、答弁では、松林緩衝帯整備片岡でやっていて、西側の奈良井川河岸段丘沿いもやっていく方向でということです。ぜひこれ行っていただきたいと思います。私も昨年10月ですか、10月の終わり頃あの辺通った時にものすごく松が枯れているのがはっきり見えるようになりまして、市へも連絡、農林会も森林会も連絡したわけですけれども、まあ承知をしていて、すでに手を打っていただいているようですけれども、ぜひ あの辺もずっと岩垂の方の地区の方まで広がりが進んできておりますので、これぜひやっていただきたいと思いますが、答弁いいかね、お願いします。高木農林担当部長。今年度の被害状況を見ますと、やはり奈良井川左岸河岸段丘につきましての被害がございまして、今軟化しているような状況でございます。来年度におきましても、予定しておりました片岡地区、これはもう実施してまいりますが、ただ今申し上げました奈良井川左岸の河岸段丘林のにつきましても関係者とか、に調整を図りながら、取り組む検討を今現在もしているところでございます。12番古畑議員。ぜひよろしくお願いしたいと思います。それから松喰のこの対策のことで、地区ごとに関係者による対策協議会を作って松林を残すところと片岡のように樹脂転換をするところを決めてもらうことが必要ではないかというふうに思います。で、セバの中でもコソブなんかはキノコ山がありまして、ぜひ残してほしいということで、先般の会議などでも強く言われておりますので、こういった対策協議会はそれぞれの地区ごとのところで作って、今からそういった議論をしていってほしいというふうに思いますが、この辺についてぜひそれぞれの地区へお願いしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。高木農林担当部長。まず松喰虫対策でございますけれども、今議員さんおっしゃったように残すべき松林と樹種転換する松林を区分いたしまして、それぞれの対策を行っていくとなれば、各地区で対策協議会を立ち上げまして、松林の区分決定、山林所有者の把握、移行調査、それと対策方法の検討といった作業が必要となってまいりますので、地区対策協議会が立ち上がりましたら、地区として残したい松林と被害の進捗状況なども見ながら、地区とともにですね、検討していくものと考えております。12番古畑議員。そういう中でですね、これからおそらく松本があれだけ広がってきておりまして、小樹霊も先ほどの答弁の中では広がってきて、昨年より今年というふうに、広がってきている中で、もし空中散布をしなければならないというようなことになった場合にはどのような手続きが必要なのかお伺いします。高木農林担当部長。この件に関しましては近隣市でもですね、大変問題になったことでありますので、少し長くなりますけれどもお話しさせていただきますのでよろしくお願いします。まず無人ヘリコプターによりまして、薬剤散布というものがございますが、この使用薬剤の農薬登録におきます使用方法などを遵守しまして、安全かつ適正に農薬を使用する必要があります。
対象となる松林につきましては、生尻市松食い虫防除対策基本方針によりますところの生尻市地区実施計画におきまして、守るべき松林として指定されている松林であり、地域からの要望があり、周辺の被害状況や松林の持つ公益的な機能などから判断いたしまして、他の予防策がなく、必要最小限の散布が必要と判断される場合に計画するものでございます。薬剤散布の計画にあたっては、行政機関、林業関係者、地元住民などの代表者などによります地区協議会などを設置いたしまして、防除対策の十分な検討を行い、また地区説明会の開催や、周知の徹底などによりまして、地域住民等関係者の意向が反映されるよう努める必要がございます。特に計画地の周辺におきまして、薬剤散布により影響を受ける可能性のある化学物質に感受性の高い方等の有無や、これまで健康への影響の自覚状況などの把握に努め、薬剤散布による影響を受ける人がいる場合は、暴露の提言または回避することを基本としますが、明確な健康被害が想定される場合には、薬剤散布を実施しない判断も必要となってまいります。無人のヘリコプター、薬剤散布の実施にあたっては、周辺の自然環境や生活環境の保全への配慮をいたしまして、農業や漁業等に被害を及ぼさない配慮が必要でありまして、特に人の生活圏からの距離が30メーター以上離す必要があります。また散布地周辺への農薬の飛散等を把握するため、気中濃度調査や水質調査を行う必要があり、さらに薬剤散布の効果検証のために散布地区などにおきます古村調査などを行うことになっております。なお、無人ヘリコプターによります薬剤散布については、航空法などの各種法令等に基づきまして、計画の届け出等が必要であります。以上でございます。12番、古田議員。はい、はい、ありがとうございました。市として所有している松の中で、時間注入等やって、残していかなきゃいけないという松はどういうところでどのような取り組みしているかお伺いします。高木農林担当部長。まず平成28年度実施しているものでございますが、長者原公園、北部公園、広岡小学校、岡中学、平出博物館や、市内の小中学校、保育園の記念樹などに残すべき松として平成28年度に実施している状況でございます。12番、古田議員。はい、時間注入等の補助金も市として、作っていただいて、おりますけれども、この補助金の利用者数についてお伺いします。高木農林担当部長。平成29年度ではございますが、補助の利用件数につきましては、まず散布用薬剤と樹幹注入剤がございまして、散布用薬剤につきましては13件、樹幹注入剤につきましては39件でございます。また平成28年度でございますが、散布用薬剤につきましては12月からの制度のために実績はございませんが、樹幹注入剤につきましては14件ございました。